運んできました。ストークでーす。はい、じゃあイベントジャングルですね、進めていきましょう。マップ確認するけどめちゃめちゃ長いね、マップ。カーソルってないわ。やってみましょう。お話を進めるよ。うわここがアフリカ。すっげー。よーし、僕たち本物のアフリカに来たんだね。ここのずっと行ったコンゴ川の南、コンゴ牧地の一角がヘビースモーカーズフォレストと名付けられた地帯らしい。その深い霧の中に謎の巨人像が立ってるんだ。ねえねえね、そこにはもしかして宝物あるのかな。どうでもいいじゃない、ワクワクするには冒険できれば。そうだ、宝なんて食らわないことを考えるな。それが一番大事なのに。よし、俺たちの目的はハラハラドキドキするような冒険だ。これからたくさんの危険と戦うことになるだろう。ヘビ、ヒョウ、トラ、シロクマ。あれ、トラやシロクマアフリカにいたっけ。はい、まあ何があるかわからない、飛行機を渡しておくよ。ワンワン、ねえ、ペコが早く行こうって催促してるよ。よーし、探検隊出発。はい、じゃあ次のとこですね。ジャイアンを操作してペコを追いかけるミッションです。邪魔する今日は空気砲で気絶させてみましょう。 OK、 行こう。出発だ。ワンワン、おついてこいって言っていいのか。ワン、よし、案内任せたぜ。ペコを追いかけて進みましょう。マップ緑色のアイコンで表示されてます。分からなくなってしまってマップ探してみましょう。はいはい、 OK。空気砲どうやってつ、これか。オッケー。トラが出てきた、ヒョウが出てきたら、あ、出てきたヒョウ。空気砲などで敵を倒す秘密道具を持っている場合は A ボタンを押すと攻撃することができます。敵に近づくと敵の上に赤いカーソルが表示されます。その状態で A ボタンを押すと敵に向かって攻撃することができます。オッケー、ボン、オッケー、倒した。おお、こい、こっちやね。はい、コインを。ヒョウが出てくる、ヒョウが出てくる。ボン、あ、ボン、あれ待って、ボン、あれボンボン、オッケー。当たらない、なかなか空気砲が。こっちか、これで出てきた、ヒョウが。ボン、オッケー、いいね、いいね、いい感じで進んでますね。この先だね、オッケー。あ、お、ヒョウがおる、こっちにもおる。ドカン、ほっ、緑はここか、はいはい。コイン拾っていく感じね、なるほど。あれ、でも、勝てなわかるな、そこに。ちょっと待って、一気アップ。あ、宝箱あった。あ、しかもハートある、ハート拾っとこう。ハート、え、ハート拾える、拾えよ。ハート見かけることがあります。ハートを取ると体力1回復、大ハートを取ると3回復。なるほど、これ大ハート。宝箱、宝箱、この木が邪魔しとる。調べる。お医者さんカバンを手に入れました。お医者さんカバンを使うと体力が全回復し、ハートが1つ増えます。ハートは最大5個まで増やすことができます。あ、じゃあこれ使っといた方がいいと。よっしゃ、これで進んでいって、まだ進む、長いな。あ、またびっくりマークがある。敵が右側におるんか。おっ、ちょっと待てよペコ、待てよペコ。はい、いや、ここ宝なんかあるぞ。宝箱ある、ペコちょっと待て。宝箱を拾っていきたいが、拾っていけるのか。よし、これだ、ここ宝箱のとこや。最初の、最初さっきの調べる。これなんだ。強力ウルトラスーパーデラックスキャンディ、強力ウルトラスーパーデラックスキャンディを使うと一定時間無敵になります。気分コロンクイック用と一緒に使うとスピードアップしながら無敵になるので
敵がたくさんいる場所で使えば一度の敵を一気に倒すことができます。たくさんの敵を一度にか。なるほどね。はいはい。とりあえず戻ろうか。はい、じゃあ戻ってきたので先に進みましょう。敵がめっちゃおる。でもなんかめっちゃおりそう。おった。バン。よし、オッケー。行き先は一つしかないな。一つしかないけど、宝箱は。ちょっと待って、宝箱倒してくれ。これで帰れるってことね。はいはい。なるほど。あ、危ない危ない。コインないかな、コイン。あった、コイン。コイン拾っとこう。コイン拾って、コイン拾って。あれ、ペコどこ行った？ペコ。ペコさん？ペコちゃん、ペコちゃん？おった。確かに、こっち行くつもりだった。コインのとこは意外と回り道なんかな？普通の道なんかな？いや、なんか回り道っぽいな。オッケー、敵がおるね。ほっ、オッケー、ドカーンとピックアップ。よし、オッケー、ドカン。オッケー、ジャンプ、ジャンプ、オッケー、ジャンプしていく。あ、これゴールかな。ミッションクリア、オッケー。時間の点数少ないな。いろいろ取れたっけ。秘密道具獲得ボーナスは大きいけど。イラストのテープ、イラストのテープじゃない、ピースね。イラストのピースが手に入ったぞ。オッケー。で、長っ。次イベントか。イベント見てみましょう。疲れた。もう10キロぐらい歩いたかな。あら、まだ3キロは歩いてないでしょ。じゃあ残り97キロ。ママ、ジャングルはどこでも行っても同じような景色だから飽きちゃうよね。あ、大変なこと忘れてた。ドラえもん、どこでもドア出して。は、え、何するの。0点のテストが机の上に出しっぱなし。ちょっと隠してくる。探検ムードぶち壊しだぜ。よし、さあみんな脇目を振らずゴー。調子のいいやつ。うわ、上級フランス講座録画するの予約するの忘れてた。え、ごめん、すぐ戻るから。おい、いい加減にせよ。探検隊としての心構えがなっとな。さあさあみんな、仕切り直してまいりましょう。